はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら。綺麗な観葉植物ということで今日はホームセンターの多肉植物を可愛く仕立てていこうと思います。はい、ということで今回はこちらの多肉植物を植え替えていくんですけど、いや、ついにね、見つけたんですよ。欲しかった品種を。こんな感じで斑入りの子なんですけど。ただ、ちょっと色々と難点というか、っていう風にね素直に喜べない部分もあったりもしますので、それの対処と、この鉢でもいっちゃいいんですけど、僕なりの仕立て方をしようかなと思って、植物大好きですっていう方はぜひ最後までご覧になってみてください。はい、で、こちらの植物ですね。今回買ったのが、クラッスラ火祭りの光って言います。昔、火祭りをね、紹介したことがあるんですけど、寒い時期になると赤く紅葉する、まるで炎のような多肉植物です。カルシファンみたいな多肉植物だって言って、モノマネしたやつですね。ハウル、ソフィーがいじめるんだ。オイラが死んだら、ハウルも死ぬんだぞ。って言ってた植物の斑入り品種です。お値段が298円。これはコメリさんで購入しました。これね、ずっと欲しかったんですけど、なかなか売ってなくて、普通にね、売ってますよっていう方もいらっしゃるんですけどね、うちの周りなかなかなかったんですけど、コメリさんに行ったら売ってたんですよ。で、おっと思って買ってきたんですけど、めっちゃ緑。全然紅葉しないなぁ。お店に売られてる時からね、緑は強かったんですけど、うちの窓辺だと、ひょっとすると紅葉させるのは難しいかもしれない。寒さに当てきれてないのかな？どうなのかな？これも普通の火祭りみたいに一応紅葉はするんですけど、画像で見るとちょっとこうピンクみがかるような感じ。この穂の部分がピンク色で、緑のところがオレンジっぽい色になってるような、見た目です。それがすっごいかっこいいなと思って。うちではそういうの見られないかもしれないですね。いいんですけど。はい。で、ちょっとね、難点があるって言ったのは、この辺、すごい綺麗に入ってはいるんですけど、成長点の部分見ると、これ頭3つあるんですけど、3つとも、負の部分が消えかけてるんですよね。これもあんまないし、こっちもないし、こっちも少ないですね。そう、だから全然、負が継続しなさそうな感じ。で、ただの筋模様の、縞風じゃなくて、覆輪とかになってるのもあるんですよ。で、それでこう安定するととっても綺麗なんですよね。で、これも、ね、この子なんかは、覆輪って言って葉っぱの縁の部分、ここが、ね、綺麗に色抜けてるんですけど、これが全部の葉っぱで継承されるのかなと思いきや、残念ながら、もう負の状態がね、なくなっちゃってるんで。これは、一旦目を深せ直さないとダメなやつかもしれないです。この火祭り系は春秋型なので、真夏と冬を除いた涼しい時期に、成長してくれるっていう多肉植物。で、植え替え、正直しなくてもいいかなとは思うんですけど、これで置いたっても、わかるかな？もう下から土ボロ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 落ちてくるし、勝手が悪いんで、本来だったら成長期の初めの方を狙って植え替えた方がいいかなとは思うんですけど、うちあったかいんで、ね、紅葉しないぐらいなんであったかいんで、今からこれの植え替えをしていきます。皆さん温度管理しづらいですっていう時はね、季節ちょっと狙って植え替えした方がいいかなとは思いますので、その辺はケースバイケースでやってみてください。これはね、多分土が舞いそうだけど、ちょっと濡らすか。これ別に濡らさなくても大丈夫ですからね。撮影する時に土舞うのが僕嫌なので、カメラに良くないんで。そう、だからこういう風にちょっと湿らせて、粉塵舞わないようにね、してるだけです。完全に休眠してる時とかだと、なかなか新しく根っこが伸びてくれないので、ダメージがこう残り続けちゃうんですよね。それでそのまま枯れちゃうなんていうことが多いので、なるべくこう、活発に動くタイミングでいろいろね処理をしてやった方が回復はしやすいんですよ。かといってね、もう成長期終わりそうな頃に植え替えたら、それはそれでね、体力復活する前に休んじゃう感じになるんで、だから僕は植え替える時は成長期の初めの方をおすすめしたりはします。あ、大丈夫か。大丈夫そうだな。さっき胴切りして芽吹かせるかなみたいな話ねしてたんですけど、これもう新しい脇芽出てきてるんで、ほっといても大丈夫そうですね。この脇芽が斑入り綺麗に、ね、なってくれるのを期待して、育てていきます。なので今回は胴切りはしないです。胴切りするとしたら、この成長点って言って葉っぱが新しく展開している部分、そこの部分を何らかの形でカットします。もちろんナイフとかでもいいですし、あとテグスをこの葉っぱの隙間に通して一周回してこうキューッと締めていくと、糸でスパッと切れますので、そういうやり方してもいいかなと思います。で、今回使う鉢はこちらです。盆栽キットの鉢なんですよ。松とかもみじとかの種があって、これと一緒に売られてるんですよね。で、昔やったんですけど、発芽しなかったっていう。はい。終了しました。ただこれ、鉢は結構いいものなので、僕は結構気に入ってます。ここもなんかちょっとザラザラっとした感じになってて。で、この間見に行ったらまた新しい柄の鉢ありましたね。で、大きな穴開いているので、鉢底ネットをそこに先に入れます。はい、こんな感じ。で、植え付けはいつもと変わらないです。ふるいにかけた軽石。うちは単体でいきます。うわ、これも、まだ踏んじまうな。湿らせてきました。で、マーガンプ系です。で、植物をセット。根を広げるような感じで。で、用土を追加します。前に育てた子は夏失敗したんですよね。湿度上がってきたらもう葉っぱにいっぱい黒点ついちゃって、でなかなか治んなくて、で今回は可愛い感じというかおしゃれな感じで植え付けようかなと思いますので、化粧砂をしていきます。これ寒水砂って言います。土の乾き具合が分かりづらくなったりはしますので、化粧砂はない方が育てやすいかなとは思います。ね、ほんとこう見た目が良くなるためのものです。はい、こんな感じです。ここまでいったら鉢底から汚い水が出なくなるまで上から水をかけ流してきます。あ、この和風の鉢とめちゃめちゃ合いますね。いいんじゃないでしょうか。で、あんまり葉っぱは濡らさないようにしてます。だから、こう、水かけ流す時も、なるべくこう、用土の部分にだけ水がかかるようにしてきました。炭疽病みたいなね、ものが出るんですけど、ほんと止まんなくてね。まあ、今年どうなるかなっていう感じなんですけど、やっと手に入れた子なんでね、なんとか乗り越えたいですね。で、今回はお試しでちょっとラベルも作りました。可愛くないで、いや、なんかこういう風にやったらすごい可愛いかなと思って、こうちょっとボコボコっとして光沢がある感じ。ね、字が汚いとか、文字潰れてるっていうのはまあ置いといて。この外に出すつもりゼロのラベル。黒いラベルにジェルネイルで字書いて、で、その上からレジンでコーティングして固めたものですね。UV で硬化するレジン使ってます。ちょっと後ろにね刺すとあんま目立たないっちゃ目立たないんですけど、ちょっと赤みのせたんですよ。そう、文字のところどころ全体じゃなくて部分部分に赤みというかピンクみのせたんですけど、そのピンク色とこの葉っぱのピンクがマッチしてますね。紫外線とかに当たってラベルがどの程度劣化してくるかっていうのは、まあ、これから見ていく感じですね。一応いいレジンはね使ってるんですけどね、ラベルは作ってるといい感じに集中できて楽しかったですね。で、管理方法なんですけど、風通し大事ですよね。炭疽病にも、なりやすかったんで。なので、お部屋の中で育てるんだったら、サーキュレーターとか、回せるんだったら回した方がいいかなっていう気はします。うちはそのまま頑張っていきますけど。で、日当たりはなるべく窓辺で育てるんだったら、直接光がしっかり当たるような場所に置いた方がいいと思います。結構徒長もしやすいんで、外とかだったら遮光とか必要になるかもしれないんですけど、うち東向きの窓辺なんですけど、そこで育てた感じは、しっかり光は当てた方がいいと思います。で、水やりは用土が乾いたらたっぷりあげるんですけど、暑い時は完全に乾燥したら、ちょろっと水やりでこう根を保護してやるような、そんなやり方でやっていこうかな。で、肥料はちょっと湿って育てたいんで、今年は最初に入れたマグアンプだけにしようかなと思います。そんな感じです。この時期植物成分足りてないなっていう方は、ぜひ園芸店遊びに行ってみてください。可愛い多肉植物がいっぱいあると思います。大きいあくび。あくびちゃん？ん？寝起きだ。眠いね。ん？はい、ということで今日紹介させていただいたのはこちら、火祭りの光の植え替えをしてみました。個人的にはなかなか可愛くできたんじゃないかなと思います。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな、役に立ったなという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。